ね。ただいまの試合第3ラウンド1分20秒 TKO により勝者神村エリカ。まだまだ未熟だなって本当思いました。これからもっとね、これからもっと頑張って、女子のナイスのタイトルつけてもらえるようにもう一回一から頑張るんで、応援よろしくお願いします。6月のシルビア戦まず振り返ってほしいんですけど、はい、ライズ初めての女子でのメインイベントということ で期待度もかなり大きくていい試合だったと思うんですけどどうでしょうか。あの試合はなんか自分の中でもっとできたことがたくさんあったなと思って、まあ、気持ちは出し切れたので後悔はないんですけど、やっぱ技術的な面ではもっといろんなものを出したかなと思って反省してます。泣いてしまったのはそこがそうですね。あとはこうお世話になった人たちがあの時の試合は本当にすごくたくさんいて、まあ、その分こうしっかり内容でも返したかったっていうのがあったので、ちょっと不甲斐なかったかなっていうのが出ちゃいました。今回の相手、シュートボクシングの選手ということになりましたけど、試合の映像は見ました？総合の試合だけ見ました。見て思った感想とか？はい、やっぱりパンチが強いのかなっていう印象でしたね。でもまあキックルールの試合は見てないので、まあ、どういう試合をキックルールでやるのかはちょっとわからないんですけど、まあ、どんな相手でも自分らしく試合ができれば間違いなく勝てると思ってるんで、そこは心配してないです。結構重い体重で試合やってるみたいなんですけど、はい、で今回がその49ぐらいがだいたいベストバウトの参戦も決まってますけど、はい、そこでまずライズに送り込まれてきたシュートボクシングの選手っていう形なんですけど、はい、8月につなげるためにちょっと7月いい勝ち方をしたいと思うんですけど。そうですね、はい、まあ、本当はレナ選手とやりたかったですけど、今回ティティアナ選手とやることになって、まあ、ティティアナ選手も強い選手ですし、まあ、サワー選手がこう太鼓判を押すような強い選手なので、まあ、しっかりそこで KO して倒して8月につなげたいなと思います。バンタムとかフェザーぐらいでやってるっていう話なんですけど、で50キロ以下でもやれるっていうことでベストウェイトが、その辺の体格差とか怖さっていうのはありますか？いや全くないですね、はい、まあ、普段練習も男子と一緒にやってますし、まあ、そこら辺の体重とか体格が問題で負けるようだとチャンピオンとしてふさわしくないと思うので、まあ、どんな相手でも勝てる練習はしてます。まあ、欧米の選手はこう気持ちが強い選手が多くて、試合内容もアグレッシブになる面白い試合ができる選手がたくさんいるので、まあ、今回もチャンピオンですし、それなりの試合ができると思うので期待してもらえれば嬉しいです。2ラウンドで KO します。
まあ、これから目指すもの、ライズ、まあ、他のキックのあれでもそうですけど、何かありますか？そうですね、やっぱりライズの女子のベルトを作ってほしいというのは一番にあるんですけど、まあ、世界チャンピオンとして一試合一試合内容の濃い試合をしていきたいですし、やっぱあの男子女子関わらずキック代表としてメジャーになるようにどんどん自分が活躍できればいいなと思ってます。タイトルマッチを置く一番いい試合をしたいと思います。